九粉は台湾北部の港町キールン市の近郊二来市随隋カオル区に位置する山あいの町である。九粉という地名の由来はいくつかある。台湾語ではカウフン、あるいはカウフナ、中国語ではジウフェン、チウフェンという。その昔、九粉は台湾の一貫村に過ぎなかったが、十九世紀末に金の採掘が開始されたことに伴い徐々に町が発展し、 日本統治時代に藤田組によりその最盛期を迎えた。九分の町並みは日本統治時代の面影を色濃くとどめており、路地や石段は当時に作られたものであり、主家などの建物が多数残されている。しかし、第二次世界大戦後に金の採掘量が減り、1971年に金鉱が閉山されてから町は急速に衰退し、一時人々から忘れ去られた。 存在となっていた。1989年、それまでタブー視されてきた2.28事件を正面から取り上げ、台湾で空前のヒットとなった映画、非常上司のロケ地となったことにより、再び脚光を浴びるようになる。映画を通じて、時間が止まったようなノスタルジックな風景に見せられた若者を中心に、多くの人々が訪れ、メディアにも取り上げられるなど、 台湾では1990年代初頭に旧、フンブームが起こった。ブームを受け、町おこしとして観光家に取り組んだ結果、現在では街路に、非常上司の名前をつけたレトロ調で洒落、喫茶店や茶芸館、土産物屋などが立ち並び、週末には台北などから訪れる多くの人々で賑わっている。また、世界の旅行ガイドブックにも多数紹介されており、今では、 台湾を代表する観光地の一つとして定着している。宮崎駿のアニメ映画、千と千尋の神隠しのモデルになったという噂もあり、日本の観光客への知名度が高まった他に、台湾でも知られ、神印少女岩場的家屋の看板がモデルとされる、茶屋のそばに掲げられている。一方、スタジオジブリや宮崎により、これは公式に否定されている。2008年11月末、 経済部の中小企業ところは97年度革新科学技術の応用群集計画を実施し、旧分地区に群集のウェブサイト、無料の無線 Wi-Fi、ネット商店、リアルタイム映像システム、QR コードシステムなどの関連技術を導入し、古い町の旧分でも現代的なデジタル技術を活用できるようになっている。二千七年秋に林正幸監督、 脚本のドキュメンタリー映画、風を聞く台湾、9分物語が公開された。同作のナレーションを担当する、人とタイと挿入歌として、楽曲、大歌を提供とした、歌手、人と世の父親は9分の元金郊主であり、人と姉妹にとって9分は亡き父の故郷にあたる。大歌は亡くなった父親への思いを歌った曲である。大鉄義乱戦、つい薫る駅から、 路線バスカタクシー。日本語表記に対応した台北客運965素地のバス9分にはホテルがなく、宿泊施設は主に民宿である。ありがとうございます。